皆さんこんにちは。私は今アジサイ会館に来ています。実は今日これからこちらのホールで相模原レディースフォーラム87女性の生き方を考える集いが開かれるんです。私も今日は女性の一人としてぜひ参加して、そしてこのフォーラムの様子を皆様にご紹介したいと思います。泉短期大学ハンドベルクワイアの演奏で開幕。澄んだ音色が会場を包みます。相模原市もちょうど今年の秋と申さず9月頃には50万の年になろうといたしとるんでございます。振り返りますというと昭和29年に市政を施行いたしました折が8万でございましたから、主催者を代表して立森市長が挨拶でございましょう。でその中の半分の方々は女性でいらっしゃるわけなんでございます。女性の方々がご家庭で、そして昨今におきましてはとりわけこの社会でもって大変なご活躍があるからこそ相模原市は活力のある町として今日を迎えているわけでございます。で今日はあの相模原市で先ほども市長もお話がありましたけれども、なんか初めての婦人問題 の集いということでこれからも定期的にやりますから、なんと私市長みたいなこと言っちゃうけど予算バッチリ取ってやりますから頑張ってくださいってことは、私たちが一人一人がやっぱり目覚めていかないと継続しないんですよね。私たち平均寿命この間の発表で伸びましたでしょ。また伸びちゃったのよね。男の人もちょい伸びましたね。この間まで74歳だったら今度21世紀を見つめて日常の生活を見直してみましょうと、評論家の木本典子さんが基調講演を行いました。1、精神的自立。これはあの自分は自分であるということは、あの小学校のもう5、6年からだんだん分かってきますね。その後木本さんをまとめ役にシンポジウムが開かれました。次に相模女子大の教授で家庭経営学がご専攻の木村静江さんでございます。作家、大学教授、主婦、新聞記者の4人のシンポジストがそれぞれの立場から発言。じゃあなぜ5年でそんなに改定したのかという疑問が、まあ、寄せられたんですけれども、この5年の間に日本はまあ貿易摩擦を起こしたり貿易黒字出したりなんかいろいろなことがあって、あくまでも傾向だと思っていただきたいんですけれども、あのアンケートを取りました。でそこであのイバヒリッチが、まさしくその伝統的なその男女の役割を生産男に家事女っていうことで表現しておりますけども、その固定化した役割分担について賛成なのかそれとも反対なのかわからないのかという、こういう3つのアンケートに対して男子の学生は意識が高いです。そうした模索と奮闘の時期を過ぎまして、30代半ばに来てみますと、かなり人生の可能性は狭まってきたものの、迷いの20代を切り抜けてきたのだという、 こう妙な自信が身についていまして、また子どもも文字通り手がかからなくなっていて、子育てに費やした努力に対する自分なりの満足感も手伝って、これしかないという前向きの姿勢で人生に向かうことができるようになりました。これは人間として地に足がついてきたということではないかと思っています。経験も浅いですし、今現在26歳なんですが、あのその体験の中から、ね、あまり大冗談には何も言えないのでその話をしたいと思います。私の会社は男女同権で、お給料もちゃんとで両方ちゃんと正しく出て、でお茶組なども全然させられませんけれども、あの横浜の本社では泊まりがあって夜結局こう詰めててね、何か大事件があるとその出ていかなくちゃいけない、それをやるかやらないかで、女性がやるかやらないかですごく問題になったことです。それで
私はですね、結婚したいのでできればやりたくないと、まあ、てか夫も働いて私も働いてただでさえ大変な仕事で泊まりまであったらもうちょっとやっていけないでしょっていうふうに言ったら、まあ、非常に男性の上司は結婚するつもりなのかと驚きましたけどね未来ってものは明るく展望するんだという確信を持っていきたいし、そしてお互いが花坂ばあさんであり花坂仁さんでありたいとこう思っています。ありがとうございます。会場で参加者にインタビューをしてみました。1回目の女性フォーラムが終わったんですけれども、参加なさってみて何か印象に残ったこと？もう一度はやっぱり自分の生活を見直さなくちゃいけないなって再確認しました。すごいうなずけるところがいっぱいありました例えばどんなところでしょう？やっぱり夫婦でね、何でも分担してっていうのとこがすごく不公平だなっていうのを日頃思ってたとこがあったからね、すごくこの旦那さんにも引かせてあげたいなっていうのは感じました。3時間にも及ぶフォーラムが今終わったところです。実は後ろの方は皆さん座りきれずに立って、そしてこのホールに入りきれなかった方は廊下の外で、まあ、モニターを見ながらの参加ということになったんです。第1回目としては大成功というところなんですけれども、まあ、この成功で満足して終わってしまうのではなくて、またこれからの毎日の中、私たち自分自身そして周りの人たちの注意を含めて暮らしを見直すいいきっかけと心に留めておきたいものです。皆さんこんにちは。私は今棚八幡宮に来ていますが、ここは的町や棚の獅子舞など伝統行事あるいは民族芸能が盛んに行われるところなんです。そして今日これからお天皇様のお祭りが行われるんですが、ここ棚のはちょっと変わってるんですよ。みそぎの神事でお墓参りという神輿が地域を練り歩いた後相模川に入ってしまう勇壮な行事が繰り広げられるそうなんです。今回はこの様子を皆さんにお伝えしたいと思います。ここで郷土史を熱心に研究されています篠崎さんにお話をお伺いしたいと思います。篠崎さん、よろしくお願いいたします。このお墓参りというのはどういうものなんでしょうか？海岸沿いの市町村にありますお祭りではね、大抵浜へ少し夏祭りの場合は入るんですよね。でここは川はあっても海はないわけです。名前は変だけれども、この辺も川があるんだから川へ入ったらどうだということで始めたのが明治の終わりだそうです。でそもそもここが、今から300年400年700年ぐらい前までは大山街道の宿場のでもって賑わいを極めたわけなんですね。で他の土地とは違いまして、神輿にしてもそれから出しにしましてもね、もう年数が他の棚の各集落よりもはるかに古くからあったということが言えるわけなんです。
お浜入りいかがでしたか？本当に迫力がありましたね。これが終わるといよいよ棚にも本格的な夏がやってきます。夏休み中市内で伝統行事や民族芸能がたくさん行われますので、皆さんご家族でお出かけくださいね。こんにちは。僕は若草中学校2年2組の岩崎純です。我が校は創立5年目のまだ新しい学校ですが、初年度より農園活動を行っています。今年は各学級園に落花生を植え、その他空いた土地にはいろいろな作物を植えています。草取りや水まきなのでいろいろ手間暇はかかりますが、各学級収穫の日を楽しみに頑張っています。現在特色ある学校づくりを進めている相模原市。ここ若草中学校では学校農園活動を通しての勤労体験学習、生産と成長の喜びを求めてを大きなテーマに農園活動に力を入れています。学校の前にみんなの農園があります。今1年生のクラスが学級園の手入れをしていますよ。ゆとりの時間や学級会を利用して落花生をはじめ、トマトにさつまいもにトウモロコシといろいろな種類を育てています。夏の草むしりは辛いけど、秋の収穫祭を考えると思わず手に力が。この農園、授業の教材にも使われています。ここの土を採取して2科室へ持っていき、授業に役立たせようというもの。今日の理科の授業は、農園の土の中にどんな生物がいるのかを観察。動いてまだ。それ見せ。土の中にはいろいろな生物がいるようですよ。特に農園の土は肥えているから種類が多いのかしら。農園は生きた教材をも提供しています。こちらは園芸クラブ。夏の野菜の収穫が行われています。わあ、美味しそうなきゅうり。苦労の甲斐がありました。このような環境の中で生徒たちは土と触れ合い、作物を育て大切にする心と生産の喜びを味わっているのです。コーナーでは町の話題や市からのお知らせなどをお送りします。相模原市が50万人都市になることを記念して、今私が着ているこの T シャツが作られました。これから11月に行われる記念授業に向けて、テレホンカードなど夢のある品物が次々と発売されます。ご期待くださいね。この医療広報ふるさと相模原は、市役所、出張所、金融機関をはじめ横浜線、橋本駅、淵野辺駅など市内36カ所で放映しております。皆様のご意見ご要望をお待ちしています。